大阪市平野港、だんじりが駆け抜けることで知られる熊田神社平野号夏祭り。そのだんじりを集結させ地元商店街を盛り上げるプレイベント平野号夏祭り前夜祭が24日平野区の商店街で行われました。この祭りは300年以上続く歴史のあるもので、商売繁盛を祈願して行われる毎年恒例の行事です。近年空き店舗が増えるなどしている商店街を盛り上げようと祭りの実行委員会が企画して実施しているということです。夏祭りは7月11日から14日まで行われるということです。